第106回全国高校野球選手権東東京大会決勝提供4、8関東第1、2024年7月29日神宮。提供は13年ぶりの甲子園出場を逃した。3点を追う3回には4番、庭のタイムリーと5番、富浜の左越スリーランで逆転。自慢の強打が爆発した。 ところが5回、失策や野戦が絡んで4点を失うと流れも奪われた。春夏合わせて甲子園3度制覇。2011年夏以来の甲子園で名門復活が期待されたが、届かなかった。同校 OB で元日本ハムの杉谷健史さん、33、も試合中に自身の X で、提供魂ここからと劇を飛ばしたが、赤敗となった。